顔がちょっと全然わからん。これお題らしい。近いね、でも。あ、でも1時間ぐらいかかるか。あ、いた。やべ、左行かなくちゃ。あれ？え？左行かなくちゃ。どこ行ったっけ？持ってたっけ、私。いや、持ってないと。戻したっけ？戻ったっけ？わかんない。まあいいや。そうそう、刺したっけいいじゃん。閉じぼすキャップ。でも何も記憶ないや、何もくせ。ちょっと疲れちゃって、さすがに疲れたな。大丈夫？あ、大丈夫、あともう51時間ぐらい、50分か。疲れたな。半端じゃなく疲れたな。刑務所角ってすげえ名前。風呂入る家が行ったら入ったけど、どうしようかなって悩んでる。俺は無理、寝ます。ちょっと日を待って。
津田塾大学。めちゃくちゃ頭痛くなってきた。ウサギ凝ってる。あ、ごめん、パクだった。え？フレブルだった。え、ウサギ飼ってると思ったらフレブル持ってた。耳がさ、ピョンとしてるから、あ、これウサギだろうと思ってくるーって回ったらパクの顔だった。ふーん。ごめん、やっぱバカですか、わかんねえ。おやすみ。あ、また。鼻抜けるぞ。こうやって、つらくてですか、お前。